福岡県の田川警察署で今日、日本語を話せない外国人が交番に訪ねてきたことを想定した訓練が行われました。特徴を教えてください。Please tell me the characteristics. 今日、田川警察署で行われた訓練では、落とし物や迷子で交番を訪ねてきた日本語を話せない外国人を警察官が翻訳機能付きの端末を使って対応しました。外国人に適切に対応することを目的としていて、現場で働く警察官およそ40人が参加しました。日本語がわからない外国の方がやっぱり困っているという時は、トラブルに直面した時は本当に心配で心細いと思います。先生、丁寧な対応に努めていただきたい。福岡県警によりますと、日本語が話せない外国人からの110番通報は去年1年間で417件で、前の年よりも362件多くなっています。